銀座クロッシングトークは一人一人の安心と夢を支えるソニーフィナンシャルグループの提供でお送りします。金融アナリストの小川真希が時代を切り開くリーダーを迎え、多彩な視点で議論を深める銀座クロッシングトーク。今回のゲストはアメリカコロンビア大学教授で経済学者の伊藤隆俊さん。専門は国際金融論、マクロ経済学など、政府の審議会や有識者会議の委員を数多く務め、日本の公共政策に大きな影響力を持っています。2022年10月に伊藤さんがニューヨークで行った講演が大きな話題を呼びました。題して、なぜ日本はこれほど安くなったのか。2022年急激に進んだ円安の要因は日米の金利差だけではなく、長期にわたり物価や賃金が上がらず低成長に甘んじてきた日本に対する投資家の厳しい評価の表れだといいます。どうすれば安い日本を脱することができるのか、私たちの進むべき道とは。クロッシングトーク。伊藤先生がコロンビア大学で講演された、はい、なぜ日本はこんなに安くなったのかっていう講演なんですけど、はいはい、私実はこの間オンラインで講演されたのを拝見しまして、大変興味深く聞かせていただきましたけれども、このタイトルで講演されようと思ったいきさつっていうのはどういったところだったんでしょうか。まあ、一つは単純に円安が進行して、はい、どんどん円安になっていくっていうことで、まあ、日本でも話題になるし、アメリカでも話題になるし、しかし円安だけじゃなくて、やはりその物価の上昇率の違いっていうのは長期的にはこう効いてくるので、うん、その為替、名目為替レートの話と、はい、それから物価の話と両方入ってるんだ、混じってるんだっていうことをこうきちんと伝えたかったっていうことが、まあ、大きな要因です。なるほど。そもそもこう円安もね、去年はもう大変話題になりまして、152円近くまで円安ドル高が進んだと。去年の初め115円ぐらいでしたね。そうですよね。うん、ものすごいこう歴史的に見ても大きな、ね、幅でしたし、為替予測専門じゃないですか。はい、そうなんですけどね、本当におかげさまで大変忙しい時年だったんですけど、はい、伊藤先生どのようにこの円安をご覧になってました。やはりその金利差が一番大きな要因ですけども、やっぱり金利差っていうのはもっぱらアメリカがこう上がってったっていうことなんで、上がるのはなぜかっていうと、インフレ率が反転するだろうと思ったのに反転しない、うん、でどんどん上がっていくんで、金利も上げないとインフレを抑えることができないっていうんで、そのインフレ率のデータが出てきた、それに対してその政策が反応するって、この両方がこう上がってったっていうところが昨年の特徴だったと思うんですね。そうですね、うん、やっぱりそのドル高がものすごく加速した要因は、やっぱりその市場参加者にとってもサプライズだったっていうのが、そもそもだから一昨年2021年の時にはこんなになるとは思ってなかったわけですよね。それは理由もはっきりしていて、いや労働者戻ってくると思ってたのも戻ってこなかったっていう、うん、ここは非常に大きな予測の外れだと思いますね、うん、アメリカの労働市場ではコロナ禍で解雇された労働者の復帰が遅れていると言われます。この人手不足による賃金上昇が物価を押し上げた要因の一つ。労働者が戻ってこなかったっていうのは、もう本当にライフスタイルが変わってしまったというコロナの要因かもしれないし、うんうん、その給付金が出ましたから、うん、その給付金でしばらくは食べていけると、うん、でもそれが尽きたら戻ってくるだろうと。でも戻ってきてない、うん、これよく分かってないんですよ、うん、よく分かってないんだけども、そのコロナで在宅で仕事をしちゃって、こうそういうゆったりした生活に慣れてしまって、こうオフィスに戻るのが嫌になっちゃったっていう説、うん、これはまあある程度高齢の人でアーリーリタイアメントを取っちゃったっていうのと、うん、はい、若い人がそのやっぱりもっと自由な生き方をしたいっていうふうに、うん、戻ってこなかったっていう説、両方とも正しいかもしれないんですけど、うん、とにかく戻ってこなくて人手不足になって賃金がわっと上がったっていうことですね、はい、世界的に資源や食料品の価格が高騰する中、日本でも物価は上がっているものの、インフレ率は欧米諸国ほど高くありません。
一応物価は結構上がって、これはもう資源価格が高騰する中でのコストプッシュインフレっていうところなんですけれども、はい、日本がなかなかその物価が上がらない、でアメリカに比べて上がりにくい背景っていうのはどういったところにあるんでしょうか。うん、まあ、まだ未だにやっぱり価格を上げたくないっていう企業が多い、で上げたら顧客が逃げちゃうと思っている企業が多い、うん、実際に値上げをしているところはやっぱりエネルギーとか電力料金とか、それから原材料が上がった食品とか、この辺がその 10% か 20% 上がっているのが一群あって、できるだけ動かしたくないっていう、そのゼロのところに、ゼロインフレのところにまだ企業の数がいっぱいあるっていうのが違いじゃないですかね。例えばその中身を減らしたりとかっていうことで対応している企業もね、その価格は上げずにっていうことで、ただ実質的な値上げだとは思いますけれども、うん、そのくらいやっぱり価格に日本人って敏感ってことなんですかね。だからやっぱりよく言われるのは、そのデフレマインドが定着しちゃった、うん、それがまだ解けてないっていうことがあるかもしれないですよね、うん、だから97年銀行危機が始まって、98年も金融機関潰れましたけれども、はい、そこからこう賃金も上がらない、物価も上がらないっていうのはそこから始まったわけですよ。そのうちにその消費者がそれに慣れてしまって、うん、で価格は上がらないもんだと思い込んでいると、企業が思い込んでいるので上がらないっていう、うん、結局これだけ長いこと金融緩和しても物価が上がらないっていうのは、今おっしゃってたデフレマインドっていうところが一番大きい要因、一番大きいと思いますね。アメリカの場合も何でも毎年 2% 上がるもんだと思ってるから、うん、賃金も上がるし家賃も上がるし、本当に 2% がノルムっていう感じなんですね、うん、日本はゼロがノルムっていう、はい、その違いっていうのは大きいですよね、うん、1990年代バブル崩壊以降、日本の賃金水準は低迷が続いています。今日本でも人手不足と言われながら賃金が上がらない、その訳は。賃金については、まあ、もちろんその日銀の金融政策で、まあ、こうインフレになってきたら上げるってい こう想定もあるかもしれないですけれども、他に何か政策として賃金アップするためにできることっていうのは何かありますか。まあ、賃金が上がらなかった理由いくつかあるんですけども、一つは97年98年の銀行危機、はい、の時に初めてその大きな金融機関が潰れて、一生この銀行を務めると思っていたのにそのクビになったと、会社自体がいうことがあって、はい、それで賃金を上げろって言ったらクビになるかもしれない、会社が破綻してクビになるかもしれないということを、そのまあ労働組合、一般労働者が感じるようになって、それでこう賃上げ要求を出さなくなって、むしろその雇用を守れと、そうすると雇用を守るんであれば採算が悪いような工場、採算が悪いような部門も守らなきゃいけない、そうするとゾンビ会社、ゾンビ部門、ゾンビ工場が生き残るためにはやっぱり平均的な賃金は上げられないというような気持ちに企業の方はなっていったという、だから労働者の方も要求しない、企業も与えないと、与える余裕もないというようなことが起きてきた。それからもう一つ可能性があるのは、円高だった頃にどん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 その海外進出、あるいは工場の海外移転っていうのを行ってきたわけですね、日本の企業、はい、当時としてはまあ円高対策、あるいは貿易摩擦の対策としてまあ理にかなったことだったんだけども、その結果としてその日本で投資が非常に遅れてしまった、投資が起きなくなってしまって、生産設備も古くなって生産性が上がってない、そうすると生産性が上がらないところに賃金を上げるわけにはいかないっていうことが起きてるんじゃないかと私は思っているんですけども、そうすると問題はかなり根が深くて、じゃあ日本の生産性上げにはどうしたらいいんだっていうことにつながってくると思うんですね。さっきおっしゃってたその雇用を守るっていうとなんかすごく聞こえがよく感じるけれども、うん、結局それによって賃金がまあなかなか上がらないっていう環境になってしまってるっていうことは、うん、もうちょっとその雇用の流動化とかそっちの方をこう政策としてやっていかなきゃいけないということですかね。そうですね、やっぱり生産性の高いところに労働者が移動していく、あるいは生産性の高いようなスキルを身につける、はい、身につけると、
いうことが非常に重要になってきているというふうに思うんですね、うん、でもそれで今年はまた多分賃金は上がって、これはインフレ率をカバーした以上に実質賃金が上がりますかっていうと、今言ったような構造的な要因を解決しないと上がってこないと思うんですよね、うん、物価や賃金が上がらない構造的な問題、日本が安い国から脱するため必要なものとは。ソニーグループで金融事業を担うソニーフィナンシャルグループは、金融のプロフェッショナルとして培ってきた人に寄り添う力とテクノロジーの力を掛け合わせて、一人一人の安心と夢を支えていきます。心豊かに暮らせる社会を目指して、ソニーフィナンシャルグループ。経済学者の伊藤孝俊さんとお送りしている銀座クロッシングトーク。物価も賃金も上がらない日本が安い国から脱するにはどうすればいいのか、政府の審議会や有識者会議の委員を数多く務めてきた伊藤さんに、日本の経済政策について尋ねました。岸田政権の新しい資本主義っていうことについてはどのようにご覧になってます？今最初に打ち出した所信表明演説とか、はいはい、あの辺で言っていたことと今言ってることとちょっと違う、違ってきてると思うんですよね。最初は、まあ、あの分配っていうのが、はい、あの頭にきて、分配を起こして成長に持っていくんだっていう、はい、のかなり強いメッセージが出てたんだけれども、はい、今その分配はちょっと薄まってきてですね、はい、所得を倍増するとか、そのニーサをその高級化するとか、生産性を上げるとか、そっちの方にこうだんだんシフトしてきたんで、うん、まあ今の方がその分かりやすい経済学的に王道な、はい、あのことなんで、まあ、この路線で行くんであれば、非常にいいんじゃないかというふうに思いますね。この新しい資本主義で成長戦略の一つの柱として位置づけられているのが、10兆円規模の大学ファンド。大学の研究開発を支援する仕組み作りをまとめた有識者会議で、伊藤さんは座長を務めました。10兆円ファンドが、はい、大学ファンド、はい、大学ファンドですね、はい、でこれは伊藤先生も結構そのこう最初の仕組み作りのところですか、関与されていたと、はいはい、イノベーション、生産性を上げるために大学の役割って非常に大きいと思うんですね。日本の場合は大学の研究力っていうのは落ちてきたっていうのは致命的に、問題で、今回のコロナのそのワクチンも日本産はできなかったわけですよね、はい、研究できてなかったわけですよ、そのメッセンジャー RNA でワクチンを作るっていうのは、はい、もちろん発想はあったんだけれども、そこに研究がつかなかった、まあ、研究大学のランキングっていうのはあるわけですよ、はい、世界の、はい、ナンバーワンからずっとあって、トップ100に入ってるのは2校しかないわけですよ日本で。うーん、毎年税金を元にしたその運営費交付金っていうのが配られて、それでやってきたわけですよ。ただそれが2004年大学法人化の後ずっと減らされて、それで大学のその研究費がどん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 減ってきたということで、はい、もう明らかに海外に遅れているという状況になって、はい、てしまったと。これを何とか変えなきゃというのが今回大学ファンドの発想ですね。そして金融政策についても伊藤さんは積極的な提言を続けています。今年4月に日銀の黒田総裁が任期満了を迎えますが、その後の金融政策の在り方については、やっぱりその出口の方にはやっぱり向かっていくべきっていうふうに思われますか？それはまあデータ次第だと思うんですね。なるほど。先ほど言ったようなその実質賃金が上がって、それで所得が上がって、コストプッシュの方は下がってきたんだけど、デマンドプルの方が上がってきて平均 2% というのが見えてきたら、それはいわゆる出口に向かって一歩を進めるということが適切な政策になるという、まあ、そういう条件が整うかどうかでしょうね。今度、まあ、日銀総裁変わりますけれども、新総裁に何かこう期待されることっていうのはどういったところでしょうか？
当たり前のことですけれども、そのデータをきちんと見て、データを先行きのデータを予測して、それに適切な金融政策を考えていくと。ただ金融政策といっても、今長期金利と短期金利とその量的緩和もしくは引き締めの3つ今政策手段があるわけですよ、はい、うん、これをどういう順序でどういうふうに使っていくのかっていうのは非常に難しい問題で、それはしっかりやってもらいたいと思いますね。最後にズバリ聞きました。日本が安い国から脱するため、伊藤さんが考える最初に手をつけるべきこととは。伊藤先生がもしその国を任された場合にですね、安い国から抜け出すために一番最初に着手すべきその構造改革というとどこになりますか。若い人に所得を回す。若い人の所得が上がるようなことを考える、はい、一つは日本のその賃金体系、終身雇用と年功賃金っていうのがずっと続いてきて、今、壊れつつあるとは言われていますけれども、大企業というのは相変わらずそういうマインドがあってですね、これは何を意味しているかというと、若い頃は生産性の分だけもらってないんですよ。生産性の分だけもらっていない。だから賃金は初めは生産性よりも低いものしか払ってもらえてなくて、それが賃金はでも年功賃金でこう上がっていくわけですよ、はい、毎年毎年、はい、で45歳以上定年までの人たちというのは生産性以上の賃金をもらってるっていう、まあラフに言うとそういう考え方で合ってると思うんですね、はい、で最後にドーンと退職金が払われると、はい、だからこれをその労働契約の言葉で言うと後払い賃金なんですよね。後払い賃金、はい、後払い賃金のいい点は労働者は同じ企業に留まりたいというインセンティブがある。会社に賃金不足分を預けてる、預けてる、はい、で後で利子をつけて返してもらうという、はい、社内預金をしているのと同じイメージですね、はい、うん、これはまあ一瞬そこに勤めてればその元が取れるんですけれども、元を取る前に会社が潰れてしまったり、あるいは転職したくなった場合には社内預金払い損だったっていうようなことになる。それよりもやっぱり今すぐその生産性に見合う賃金を払ってあげる。で退職金も前払いすると、若い時からもうその部分を高めにもらうという賃金体系にしないと、これからのその労働流動化で生産性の高いところに人が移っていくっていうことに対処できない制度なわけですよ。昔は通用した制度を守り続けるということがいかに若い人に負担を強いてるかっていうのを考え直して、そこは制度を変える。あとはやっぱりその本当に生産性が上がった部門あるいは人に対しては思い切って賃金をその場で上げると、後じゃなくてですね、10年したら部長にしてあげるよと言うんじゃなくて今部長にしてあげるということがやっぱりやる気を引き出して、いい仕事ができて生産性が上がるということの根本だと思いますね。日本は安い国からこういうことをきちっとやっていけば抜け出すことってできるんですかね。できます、できます。できますか。絶対できます。やっぱり生産性を上げて賃金を上げる、生産性を上げて賃金を上げる、はい、新年にとても明るくいいお話をお伺いしました、はい、ありがとうございます。続きは後編でよろしくお願いいたします、はい。